はい、というわけで、ここシンガポールチャンギ空港に到着しました。ようやく日本へ帰れます。最後マレーシアだったんですけどもね、シンガポールとマレーシアは旅行するつもりではなかったけど最後にちょっと立ち寄ったということで、結局計7カ国回ったことになりますね。今回はフィリピンを皮切りに、それからインドへ行き、途中バングラデシュへ行き、再びインドに戻り、インドで12日間、そしてそれからスリランカ、それからインドネシア、ジャカルタと、それで最後にシンガポール、マレーシアということでしたね。シンガポール、マレーシアが僕予想よりは結構楽しめたんですよね。なんか楽しくて、まあ写真撮りながら歩いてたっていうのもあって、非常に楽しく時間を過ごすことができました。まあなんといっても今回はインドですね。メインはインドに行くために今回のプランを立てたようなもので、まあ本来であればインド1カ国でもいいんですけども、周遊するプランを思いつき、まあだいたいヨーロッパでもよくやってたんですけども、一気に回っちゃうっていう感じでですね、今回も、まあ日本に着くまで入れるとトータルで24日間になるんですけども、実質21日22日ぐらいですかね、22、3日かな。明日はカウントしないとすれば23日か、実質23日。あ、長かったですね、本当に長かった。やっぱり年齢的な衰えっていうのはすごく感じていて、そうですね、回った時、あの時は3週間、もっと短かったのかな、20日間ぐらいだったのかもしれないですけどね。でも全然やっぱ疲れ方が違いますね。あとはやっぱ暑い国ばっかりだったっていうのもあると思いますけども、まあ最近で言うと去年かな、2018年ベトナムとか、キューバへ行った時にもちょっと疲れ方は今までと違うなっていうのは感じていて、たった1カ国なのにっていうので、まあ、インドは必ず行きたいなと思ってたんですけども、おそらく 2,3 年後になってしまうとちょっと厳しいなっていうのが自分であって、それなりに覚悟は必要な国だったと思いますし、やっぱりタフな旅になるっていうのはもう予想してたので、もうその時点で 2,3 年先にしちゃうのもちょっと厳しいなっていうのが僕の予想だったんですよね。それでもう今年行っちゃおうということで、2019年今3月ですけども、もう行くなら今だということでインド行きを決めました。それでインドを中心にして、まあ、いくつか行きたいところ、スリランカとかバングラデシュとか近場の国を行ったんですけども、あとはジャカルタも、ね、行ってみたかったんですよ。ジャカルタで最後のマレーシア、シンガポールはちょっと、まあ、日本に帰る前に立ち寄るっていう、ちょっと立ち寄るっていう感じですけどね。そうなりましたけども、いやー長かったな。約1ヶ月ですからね、1ヶ月、今3週間以上1ヶ月未満か。最初の1週間目ぐらいでも結構疲れててですね、今回はまだ1週間かと思って、で10日目になって、まだ10日目かで、2週間経って、あ、なんだ、意外と2週間経ったんだなっていう風になってきて、ま、その辺でちょっと感覚が変わってきて、2週間過ぎたあたりで、あ、もう半分ないんだなってなって、20日目あたりになるともう早いですね。あ、もう本当に最後だなっていう感じで、でもうシンガポール、マレーシアは本当にあっという間でしたね。あと風邪をひいてて、最後の方まで、治らずに結局、マレーシアの1日街を歩いた日、マレーシア滞在の2日目かな、あの日の朝にちょっと回復したんですよ。だいぶ良くなって、もうほぼ全開ぐらいになってですね、あんまり今日も、まあ、移動で帰るだけなんですけど疲れてなくて、あとはそうですね、やっぱりインドですよね。メインはインドはね、ほんと疲れました。ほとんどまともにこう写真の撮影ができたっていう場所は限らほんの一部ですね。どこで撮ったんだっけな、バラナシでは、まあ結構がっつり撮って、がっつりでもないかな、バラナシでは多少撮って、あとはコルカタでは結構撮りましたね。民家のとことか、一般家庭のちょいスラムなみたいなところも撮ったし、歩けたんですけども、まああんまりこうカメラを出してたくないっていうのもあって、ちょっとあんま良くないなっていう場所ではもちろんカメラを控えたりして、極力盗まれたりっていうのはないように気をつけていました。バラなしでですね、お金をちょっと払わされたというか、まあ、あの例の事件がありましたけども、あれはでもいい教訓になりましたね。今後においてのかなりいい教訓になりました。ああいうことは初めてだったし、あんななんか騙されてるわけじゃないんですけど、まあ甘い話に乗ってしまった僕のミスですが、多分次回同じようなことがあっても引っかからないとは思うんで、甘い話には乗らないと思います。まあ、やっぱり写真を全然撮っていいよって言ってくれた、その甘い言葉に乗っちゃったんですね、甘えちゃったんですね。
でどう見ても怪しいといえば怪しい。ただやっぱりインド人いい人もいるんで、結構ね写真撮らせてくれる人もいるんですよ中には。それが難しいところで、その見極めるところがね、結構屋台の人とかでも撮っていいよ撮っていいよって言ってくれて、本当に何枚か撮ったりしたし、割といるんですよね普通のお店の人とか。ただバラなしで、ああいう風にテント張って綺麗にこうなんていうのかな、見た目を綺麗にして、ちょっと確かに怪しいっちゃ怪しいんですよね。で座んなよ、チャイ飲みなよ、あカメラ持ってんじゃ写真撮って、写真も撮りたいなら撮っていいよって言ってくれた時に、まあ観光客が一緒に座ってたっていうのもあって、ちょっと安心したのもあるし、あとは本当に善意で言ってくれてるっていう可能性もなくはなかったので、ちょっと怪しいなとは思いつつも、まあもしかしたらそういった善意で言ってくれてるのかもしれないなっていうのもあって座っちゃったんですけどね。あれはまあかなりいい教訓になりましたね。あとはなんだろう、あとはそうだ、スリとかは今回まあ若干ね、ちょっと前に動画出したと思うんですけど、フィリピンとかで撮ったやつが出したと思うんですけども、ちょっとしたスリ対策とか盗難防止をしたので、まあ例えばこうこれ財布とかですね、財布も100均のやつにして、こういうワイヤーで繋いだりとか、ベルトのところにこういうところに繋いだりとか、あとは携帯も今繋いでるんですけど、こういうやつで繋いでベルトにつけてたし、このパスポートもこれで簡易的な二重ロックみたいにしてですね、こう結束バンドつけたりとか、あんまここまでやることはなかったのかもしれないですけど、でも携帯は多分この作戦は割とありだったかなという感じはします。財布とか、まあでも財布もやった方がいいのかな。次にやるんだったらパスポートと財布はちょっと変えようかなと思います。まあ良かったんですけども、これかなりこの3点セットで効いたし、安心感やっぱあったんで、あんまりこう歩いてても何もしないでポケットに入れてるよりは全然防止できると思うので良かったんですけど、ちょっと改善の余地あるかなと思って、携帯だけはいいかもしれません。僕マップをよく見るので、チラチラでポケットに入れたい人なんで、となるとやっぱこういうので繋いでおこうがいいかなという感じはしていて、なのでパスポートと財布だけ、ひょっとしたらあれをついに使ってみるかもしれないですね。セキュリティポーチみたいな、日本人がよくやるやつ、結局ガチガチにガードしたいんだったらやっぱあれがいいのかなっていう気もしてます。次もしかしたら試すかもしれないです。まあどこの国行くかわからないけど、結構ちょこちょここの数年アフリカとか今回のインドとか、場所によっては危ないところも行ってるので、ちょっとその辺は今後も引き続き、防犯対策はやっていこうと思います。あとこの旅始まる時に当初立ち上げた目標としてですね、もちろん安全に、何事もなく何も取られずに帰るというのは一番目標にしてたんで、それは大丈夫でしたかね。あ、インドのそのお金の1,500-1,600円だか払った以外は特にスリもなく何の被害もないので、身の安全が守られた、バラなしでのその一件でも身は安全だったので、それは良かったですね。何も怪我もせず、反省点はありますけれども、何より無事でもうあと飛行機乗るだけなので帰国できるのは、まあそういう意味では目標はギリなんとか達成できたかなという気はします。あともう一つあった目標で、以前のように旅を楽しめるその感覚を取り戻すっていうの目標ですね。そっちの方が僕としてはちょっと重要だったんですけども、それは半分達成できたかなっていう感じですかね。場所によって、国によって、なんか楽しさを思い出せたところもありました。ただやっぱり辛さが勝ってる日もあったし、あとはその旅の仕方もちょっと今後改善させようかなと思ってます。だいたい僕のスタイルとしては宿を、完璧に決めちゃうんですよね。何日はここに泊まって、で次の日どこまで移動して、明後日はまたそこに泊まります、ホテルまでちゃんと決まってます。で本来インドでは最初と最後ぐらい以外は中10日間ぐらいかな、宿を決めずに行こうと思ったんですよ。まあどうなるかわからないし、現地でどういうふうにこう回っていくかっていうのは現地で決めようかなとも思ったんですけども、その方が自由度があるかなと思ったんですけども、結局直前でやっぱりそれ結構辛いなと思って全部抑えちゃったんですよ。12日間ぐらいあったのかな、その間の宿を全部抑えて、もうガッチガチにスケジュールを組んじゃったんですね。いつも通りなんですけど、いつもそうしてるので、でその方法は確かに楽だと思うんですよ。宿なしで結局夕方とか夜宿をその場で探すのってすごいエネルギー使うので、僕はあんまりしたくない派なんですね。でヨーロッパでもそうだし、
まず宿は決めちゃう人なんですけど、だから宿を抑えたのはいいんですが、今回はあまりにもこう長い期間の旅だったので、20日を超える旅となると宿が決まってると、こうこなしていく日程をこなしていくっていう感じになっちゃうんですよね、どうしても。でこれが例えば5日間とか10日間ぐらいまでだったら多分何の問題もなかったと思うんですよ。ただ今回はほぼ1ヶ月近くのスケジュールが毎日決まっていると。次の国に行く日まで決まってるし、時間も全部決まってる、宿も決まってる、移動方法もなんとなくまあ決まってる、電車とか夜行列車とか、中には寝台列車とかその場で撮ったものもありましたけども、ざっくりはもう全部予定済みなんですね。でそれをただただ こなしていくだけになってしまうので、短期間の旅行だったらいいんですが、1ヶ月近くのスケジュールをそうやってまあ短期旅行みたいにの時と同じように組んでしまうと、なかなかこれがきつかったっていうのが僕の感想です。あの東の時とかも、東とか、あとはどこだっけな、長い旅、あんまりないかな。東の時が一番長かったのかな。東の時とか今回のまあ1ヶ月近くの旅っていうのは、そのこなしていく感がやっぱ辛くなってくるんですよね。中にはその観光的に、あとは撮影的にとか、街歩きをしてて楽しいとか、そういうところもあるにはあったんですけども、どうしてもずっと長いスパンをこれをやらなきゃいけない撮らなきゃいけないっていう、なんとなくね、その流れが辛くなってくるんですね。後半だんだん後半ぐらいからなってきたかなという感じがして、だから、まあ、今後も多分ホテル抑えたりとか移動日を決めちゃったりとかっていうのはスタイルは変えないと思うんですよ。なので今後はですね、あんまり長い旅をやめようかなと思ってて、少なくともそうですね、3週間超えるような旅とか1ヶ月近くの旅とかちょっとやめようかなと思ってて、旅の長さを変えるしかないかなっていうふうには感じてて、いいとこ1週間ぐらいですかね。1週間から10日とか、10日ぐらいだったらまあ全然大丈夫だと思うんで、1週間ぐらいで今回もちょうどしんどくなったんですよね。やっぱり1週間とか10日目とか、その辺が一番きつかったかな。まあインドだったっていうのもありますけどね。なのでまあ今後は次回ですね、まあ行くと思うんですけども、また別の国に、まあ今回ちょっと欲張りすぎたっていうのもあって、な7カ国はちょっと行き過ぎたなっていうのも、まあマレーシア、シンガポールはそもそも必要なかったといえばなかったし、ただ動画で出したことはないんで、せっかくだからって言って寄ったんですけども、だからせいぜい3カ国ぐらいにしとけばよかったなと思いましたね。それでもちょっと長いかもしれないけど、あとは日数をやっぱり1週間から10日ぐらいにすると。なので次回はちょっと絞ってですね、国の数も絞るし、まあもしかしたら1個だけかもしれないし、その方がそうですね、今の僕の体力的に見てもその気力も持たないし、今後はそういった旅の仕方が自分に合ってるのかなということで、まあその辺もちょっと考えたいと思います。とにかくまあインドはね、本当疲れました。疲れたけど、あの綺麗な風景にも出会えたりとか、いい人にも出会えたりとかっていうことは確かにあったので、まあそれは旅をして良かったことかなと思います。得られたこともたくさんありました。あとね、あとそうだ、これ一個だけ、あ、これはどうしようかな。これはちょっと別枠で話すかもしれないですけど、インドで。コルカタのホテルですよ。コルカタのホテルで、その時もまあかなり疲れてたっていうのもあってですね、昼間どっか出かけて帰ってきて、一旦ホテルでちょっと休憩した時があったんですよ。で、ついついうとうとっとしてですね、うたた寝してたんですよね。多分2、30分ですかね。2、30分ぐらいうとうとっとしてて、ベッドの上で。で、右手の甲が、ちょっとかゆいなと思って、なんか蚊が止まってんのかなみたいな感じでちょろちょろって動いたんで、うんと思って起きたら G がね、もうその時はそこから去った後なんですけど、 G がここから逃げてベッドのですね、枕元にいたんですよ。まあ、ほんとちっちゃい、こんぐらいですかね、こんぐらい、ほんとちっちゃい G なんですけど、もう当然いるんですけどね、アジア、あったかい国とか、あとは今回の旅でいうと終盤のちょっと湿気が多い国とかね、どうしてもいる、必ずいるんですけど、もうね、昼寝のその寝起き、最悪の寝起きですよね。もう声は上げなかったですけど、絶叫するとかはないんですけど、もうマジかよと思って、それでその時、そうだ、ちょうどチェックアウトのタイミングだったんですよ。もう1時間ぐらいしたらチェックアウト、それまでの間ちょっと仮眠っていうか宿で休んでようと思ってていたんですけども、それを見ちゃったんで、もうね、当然ベッドに寝てもいらんないし、
で何もなかったんで殺虫剤とか飛び起きてもういらんないと思って荷物さーっとまとめてですぐチェックアウトしたんですよね。でその後ですね、あの G 対策であのスプレー買いました。インドで買ってですね、結局どこまで持ってったかな、スリランカはそっか飛行機乗ったので持っていけなかったんですけど、インドの途中でコルカタで買ってそっからずっとインドの最後まで持ってました、カバンに入れて。結局使わなかったですけどね、その後一回も会いませんでした、どこの国でも。インドでも出ませんでした。だから宿で出たのはその1回ですね。宿でっていうか旅中に見たのは その1回です。まあ1回だったから逆に少ないぐらいかもしれないですね。1ヶ月の間でその1回だけだから。あとは G はそれだけですが、あと蚊がねかなり参った国があったんだよな、確か。どこだったかな、インドでもそうだったかもしれません。途中で、あれはどこで買ったのかな、インドで買ったのかな。やっぱりちょっと動画これ今編集してる頃には、というわけで、日本帰ります。じゃあフライトまで時間を潰したいと思います。以上、この旅のアジア旅のまとめをお話ししました。